ドラフトチェック、はい、巨人です、はい、1位浅野くんね、はい、高松商業からドラフト1位で、2位が、萩尾雅也外野手、うん、慶応大学、はい、で3位、田中千春投手、工学院大学、うん、で4位が、門脇誠内野手創価大学、で5位が船場様広正と、ね、珍しい名前、はい、性能運用26歳、こちら投手っていうね、はい、でまあ、育成は、松井田村吉村中田相沢三塚大城北村森本、うん、あれ明星大学松井おっ来たんすよ。お試合がちゃうかった試合がちゃうかったよ。そうですね、なんかコメントなんだよな、ね、僕育成って言った時に、うん、絶対試合が取れるんで、うん、育成なんかお前なんか甘いんちゃうみたいな書かれたんですよ、うん、ほら見てみと育成じゃないですかって言いたいですね。でもちょっと楽しみだね、はい、そうなんですよ、うん、本当に、うん、どんなピッチャーになるかね、はい、あのジャイアンツはちょっと外野おっさん多すぎてね、ちょっと高年齢化してきてるんでね、はい、浅野くん、うん、まあ、未来のね、うん、あのスーパースターになれるかどうかっていうね、年齢分布的にはやっぱ30前後のエース格がいないところがね、うん、投手陣の弱さを物語ってるけども、はい、その中でね萩尾選手が2位だからね。いやそうですね、もう2位はピッチャーかなと思いつつも、だから能力的にはピカイチかもわからないけども、はい、外野はい、4位のね、うん、門脇あるメッセージが込められて、どんなですか。坂本に続くショートに、うん、もう全然満足してなくて、はい、もっと危機感を覚えた方がいいね、うん、そう考えると今いる人たちがいる人たち、船場様、はい、選手広正と本投手、うん、サイドだからね、はい、ひょっとしたらリリーフでね、うん、来るかも、分かんないよね。そうですね、うん、で田中選手ね、はい、大学院かなっていうね、うん、ところも下手したらここら辺 もうリリーフ入ってくるかも分かんないよね、うん、もう全部が先発取った方がいいって言いながらも、はい、ピッチャーなんてもういっぱいいるからいらんよって、うん、ジャイアンツのなんかコメント欄でめっちゃ言われてたんだけど、はい、いやでもあのさっさきチャンネルがやったアンケートでは、はい、先発投手一番欲しいっていうアンケートが一番多かったけど、ね、お前らお前ジャイアンツファンちゃうやろっていう文句言ってるやつらアンケートで先発ピッチャーが一番欲しいっていう俺との意見が合致したわけよ、はい、なのにさっさきの考えおかしいってどういうことっていう。まあでもその中にはね、うん、多分あのピッチャーね、うん、この若い年代が多いっていうところでね、はい、まああのそんな若手のピッチャーいっぱいいるんやからいらんやろって言ってると思うんだけどね、うん、でももう今もうその火の車じゃん、はい、リリーフも含めてね、うんうん、でジャイアンツがやっぱり投手陣がやっぱり上に行かないってところはやっぱ30前後の絶対的主力がいないんだよ、はい、特に先発、はい、だからこの中抜けしてるからやっぱ苦しくなるんだよね、はい、じゃあアガ補強ポイントっていうのがもう一番でしたねやっぱり、うん、で青山いいって言ってたんでね、アジアのね、先発も抑えもできるからして、ね、あ、そうですね、うん、青山投手とか橋本投手、うんうん、がいいかなっていうのは、うん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 、でもまあそれは2位まででね、うん、外野外野だからね、まあ、なかなかそうですね、うんうん、先生はいいチェックポイントあるの。僕はこの育成の吉村君、うん、面白いんですよ。ユーゼフ君、はい、うん、メイド義塾で、うん、何が面白い。すごい変則なんですよ、左だけで。へえ。ここまでかってくらい体ひねって投げるんですけど、うん、左のサイドハンドなんですけど、うん、この選手面白いんでちょっとね、育成で追っていきたいなと思ってます。ああ、サウスポーなんだ。はい、じゃあ注目だね。大注目です、うん、すごい変則的なフォームで出したら幻惑する左腕って感じ。そうなんです。だからもしこのね、田中選手とこの船場様投手、うん、この2人のピッチャーがもし来年のジャイアンツにめっちゃフィットしたら、うん、ドラフト優秀だね。広島東洋カープでございます、はい、広島2022年ドラフト大豊作のやばいドラフトって言われる可能性が秘めてる、はい、台頭、増田、川野、長谷部、うわすごい、全員一軍で投げてますみたいな、うん、ありえるからね。そうですね、うん、いやなんかビッグネーム多いですね。しかもこの長谷部も左で取れてるっていうところでね、右の川野し増田がハマって、はい、左の長谷部が来て、うん、で後から斎藤来て、うん、この今年の一番のドラフトの中で、うん、一発化けるか知れないのカープ、はい、そうですね、もうほんととてつもないあのランク付けしたら SS みたいなぐらいの、うん、どうしたんやみたいな、うん、4位みたいな、5位みたいな、の3位で来た時びっくりしたもんな、まだ残ってたんだみたいな。カープのドラフト見た時に1個言いたい時ある、はい、もういらんやろキャッチャーそんないるか、ね、まあ白浜がね、うん、戦力外になったっていうところはあるけども、はい、うん、20歳で高木選手、ね、22歳、持丸選手、24歳中村翔成、25歳石原坂倉、31歳磯村で、35歳以上でね、相澤、このね、
清水選手がいいとか悪いとこじゃないよ、うん、はい、いつかのために育てようって感じなんですかね。いつかもうだってもう酒蔵王国作ったら、はい、ずっと補欠よ。まあそうですね、坂倉選手あとだって10年スタメン働く10年はやるよ、うん、確実に、はい、わーっていうね。でも取っていったから確かに、ま、佐藤さんキャッチャーはいらないって言ってますね。いや俺はいらへんと思うんけどな、うん、でも俺清水選手がいいとか悪いとかの話してないからね、うん、カープいらんやろって言ってるから、はい、うん、中日からです。中日から、はい、今年のねドラゴンズのね、はい、ドラフト、うん、素晴らしい。おあただ本当にこういう選手を取った方がいいって動画あったじゃないですか、うん、あれで佐藤さんが言ってた通りに結構なってるんですよ。中日ではやっぱり1位、2位あたりで即戦力のピッチャーを取った方がいいと、うんうん、そして二遊間はまあ欲しいね、うんうん、あと高卒のキャッチャーは必ず取った方がいいと、うん、あとまあ外野はいらないよねって話をしてたんですよ、うん、そうしたらおら外野は取ってない、うん、高卒のキャッチャーは山浅龍之介君取ってる、ね、で先発ピッチャー取ってて二遊間取った方がいい、うん、完璧だ、ね、完璧に当たってるんですよ。そうそうそう、ボドラフトの何がダメなんやっていう、はい、めっちゃいいやん、うん、育つかどうかは本人たち次第じゃんね、はい、だからあの頑張りによってね、うん、本当に未来のね、まあ、辻田が出てきたりとかね、うん、で岡林のようにとかね、はい、なる可能性も十分あるからね。そうですね、ドラゴンズのメッセージとしてはいいね、うん、ドラゴンズのねやっぱり今チームがね、うん、あの弱いところはね中間層のもう空洞からの、うん、だから野手はね若いのとベテランはいいんだよ、はい、25オーバーから32位までのこの6年歳ぐらいのところ、うん、誰も空洞か。本当ですね。本当はここにしっかりレギュラーがいて、うん、で次若手出てくるのもあってでベテランクラスの阿部とか、ね、大島とかが抑えているっていうこの構成が強いの、はい、それがこの30前後の26から32までがもう一気に抜けてるんだよ、うん、だから弱いのよ。ドラフトをここまで失敗してきたことによって、うん、もしくは成長しきれなかったさせきれなかったここはもうねこの若手たちがどんだけ頑張るかっていうところがね、はい、勝負だからいないものは仕方ないから ね、 そうですね。でもそこを若手を厚くしてそこを厚くしようっていう未来に向けて、うん、これはねいい選択、はい、だから俺は悪くないと思う、うん、ドラゴンズはね公言したら俺はダメだったと思うんだよね。これ俺の意見なんだけど、はい、ドラゴンズはね2位のウェーバージョン、うん、ハム中日だから、うん、要は14番目の選手取れるんだよね、はい、ってなった時に公言しないで状況を見ながらしたら、うん、ひょっとしたらこの中地を2位で取れたかも分かんないよね。あー確かにそうですね、うん、そうそうそう、これ別にね1位がすごいとか2位がダメやとかじゃないから、うん、やっぱいい選手をいっぱい取れるのがいいじゃん、はい、そしたら中地2位でどっか1位もあったかもしれないし、うん、やっぱそのねウェーブは順が遅い DeNA とかそれこそオリックスヤクルトとかは、うん、もう遅いからね、はい、誰取られてるか分かんないからもうそれ1位言って好きな選手取れた方が絶対いいけど、はい、下位のチームっていうのはウェーブは順も早いからもうちょっと言わないで駆け引きして、うん、やっぱ中地っての方がいいかなとかねするためには俺は公言しない方が良かったんちゃうかって個人的には思うけどね。好きな著名人亀田史郎って書いてあるけど最高のサイズチームがそれ合わない可能性あるんですよね。そのトランクでこれ面白いですね、うん、だってお前見てよだってねじゃあ村松さんはね、うん、千鳥ね、うん、はい、で、うん、いいね、森山明夫君はバッドホップ、バッドホップ、うん、歌手かな、歌手で、うん、アーティストですかね。で山浅君がね松岡、まゆちゃん ね、 ね、うん、で次が田中美希也ね、サンドイッチマン、で、ね、奥永博之ね、今田美桜で、でも浜翔之助、亀田志郎渋いいや、きいや俺は別に対はないよ、はい、で亀田志郎さんに対しても別に悪い印象もないよ、はい、あの子供たち3人を世界チャンピオンにしたら素晴らしいよね、はい、うん、そうです。でも、はい、出てくるか